お前たち最高だぜ、ウォー。ということで、本日もカープの選手のみんなが最高のプレーを見せてくれたぜ。本当にありがとな。はい、というわけで、8月12日本日のカープウミガメのクラッシュではなくKTでございます。今回もご視聴ありがとうございます。よいしょ。ということで、今日ですね、4連勝、4位浮上、そして最高の逆転勝利ということで、テンションマックスでやっていきたいんですけども、諸事情がございまして、大きい声は出せなくなっておりますので、こんな感じでやっていきたいと思います。最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の動画は、絶対にいける動画となっております。皆さん、絶対にいけますよね。ということで、よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、昨日に引き続きまして、コミュニティ機能を使いまして、皆さんとゲーム中にね、意見を交換しながらゲームの方を観戦しておりました。まだチャンネル登録済んでない方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、明日以降のゲームのね、コミュニティ機能の方でコメントをいただきながら、皆さんのね、心の声をこうどんどん漏らしながら、ゲームの方を観戦していきましょう。皆さんね、どんどん意見をかぶせながらやっていくと面白いと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで早速ですね、今日いただいたコメントの方を振り返っていきたいというふうに思います。まずはじめ、大瀬良投手が降板したところですね、陽介松下さんからいただきました。はい、修正点を改善して早く戻ってきてほしいです。前半の完投とかの疲れが蓄積しているんだと思う。大瀬良はカープに必要な選手、これからまくり返すぞということで、ありがとうございます。はい、まあね、大瀬良投手、前半のところですね、責任感が強いせいか、無理して8回まで行ったり完投したりということでイニングを食ってくれました。その疲労が来ている、もしくはもともと夏場に弱いというところが出ていて、ここ最近ね、ピリッとしない投球がついております。ここはもう1回ね、下がってもらって調整して万全状態で戻ってきてもらった方がいいかなというふうに思いますので、同じような意見だと思います。松下さん、コメントありがとうございます。はい、続きまして、鈴木隆さん、このチャンネルの親父的な存在になっております。チャンスのところですね、5回ですね、5回のところで野間選手が先頭出塁したところ、菊池選手が打席に立ったところですね、よーし、テンプレバントはいかん、コントロールに苦労しとるんだからアウトをやることはないというコメントをいただきました。まさに、ね、このコメント、メッセージが笹岡監督にも届きまして、ヒッチングのサインで菊池選手がそれに応えるということで、鈴木さんがナイス。で、サインを出した笹岡監督がナイス。そして、それに応えた菊池選手がナイスということで、トリプルナイスが出ました。はい。鈴木隆さん、いつもありがとうございます。続きまして、モン吉さんですね。まあ、そこのところ、含めてですけども、いろんな今日は采配が当たりました。こちらはですね、最終的な採点のところでも振り返っていきたいと思いますね。モン吉さん、ありがとうございます。はい。こんな感じで、皆さんと、ゲーム中にコメントを、やり取りしながら、ゲームの方を観戦しておりますので、どうかね、皆さんも参戦の方、よろしくお願いいたします。はい、というわけでまずはオープニングの方行きたいと思いますんで、オープニング今日は小園選手の犠牲フライ。はい、お待たせ、お疲れ様です。 KT です。静かにやっていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。昨日気づいたんですけどね、動画の長さが15分ぐらいになりますと、書き出しとアップロードに非常に時間がかかるということで、なんとか10分以内に抑えたいと思いますので、本日も早口でいきたいと思います。では早速、今日の採点いってみたいと思います。ダン！音で出てきました。はい、まずはじめですね、野間選手、まあ今日はね、タコってましたけども、1個ね、フォアボール出ました。はい、そこがね、得点つながりましたので、もう効果的な四球ということで、もうマイナスではなく5点、フラットなところでつけさせていただきました。そして2番の菊池選手、まあね、あそこのつなぎがなかったら今日の逆転はなかったと思います。しかもその後レフトフライでセカンドを落とし入れるタッチアップでね、ナイス走塁でございました。もうセンスですね。盗塁はなかなかできないですけどね、ああいう隙をつく走塁というのはカープらしい野球。菊池選手、盗塁が全てじゃない。はい、ありがとうございます。ナイスバッティングでございました。で、続きまして3番、秋山選手、こちらも6点の方をつけております。まあ、簡単に犠牲フライ打ちますね。やっぱり、ヒットはいらないということで、まあ、1点ここは返そうということで、簡単に犠牲フライ打ってくれました。もうさすがの技でございました。ありがとうございます。で、続きまして4番、マクブルーム選手、こちらも文句なしの7点でございます。4番兼2番ということで、5回のね、チャンスで回ってきたところは、しっかりランナーを返す4番の仕事をして、8回の先頭で回ってきたところは、しっかり出塁をするという2番の仕事をやってくれました。さすがのマクブルーム選手。まあね、ちょっとブランクが心配されたんですけども、今日の感じを見れば、もう問題なし。あとは明日東京ドームでね、ホームラン1本出るというふうに私は予想しております。明日マクブルーム選手はホームランが出る。これはもう KT の予想ということでよろしくお願いいたします。はい、続きまして5番西川選手。
復帰後の存在感がやばいですね。これ5試合連続打点ですかね。今日も、先制タイムリーといいね、その後も素晴らしい活躍でした。はい、まあね、明日もまた期待しておりますので、西川選手よろしくお願いいたします。はい、6番坂倉選手、ここはね、今日は4点にさせていただいております。ただですね、進塁打をしっかりね放つ、悪いなりの仕事をしてくれました。なので、あの進塁打があって小園選手のね犠牲フライがあったということで、あんまり攻めたくはないです。ただね、坂倉選手の実力を持ってすればもっと打てると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、7番小園選手、まあ秋山選手と同様にね、簡単に最低限ということで犠牲フライ、勝利打点の方を挙げております。まあちょっとラッキーなところ出ましたね、超積極的な小園選手に対して初球いきなりストレートでねストライクゾーンに入れてくれるということは、もうあれは犠牲フライはね小園選手だったら楽勝ですね。あそこフォーク変化球でね低め入ってきたら、おそらく空振りやって、不利なカウントになってちょっと大変なことになってたかもしれないんですけども、まあラッキーもあったんですけどね、そのラッキーを生かしてしっかり犠牲フライを打つところ、小園選手成長しております。ありがとうございます。はい、続きまして8番相澤選手、触れてきたかなということで、バッティングの方はね結構触れてきたと思います。レフトねフェンチョクもどきの当たり、もう結局取られてしまったんですけども、その他ねショートライナーっぽい当たりだったりね、非常に触れてきたと思います。ただ盗塁の阻止の方をねもう少し頑張っていただきたいなということで、4点にさせていただきました。はい、先発は以上になります。で、続きましてですね、ごめんなさい、ちょっと画面の方を変えていきます。はい、ドンというのが出てきました。ちょっと控え選手の方は割愛させていただきます。曽根選手よく走りました。ありがとうございます。はい、先発のまず大瀬良投手から見ていきたいと思います。こちらも3点になってしまいました。もうね、字も消えそうな字になっておりますね。はい、ちょっとしんどいかなということで、先ほどね、陽介さんからのコメントもありますように、一度下でね、しっかり調整して、また上がってきてくれたらいいかなというふうに思いますので、大瀬良投手、あなたの力は必要なので、見切ってるわけじゃありませんけども、一回下で調整の方よろしくお願いいたします。はい、続きまして2番手、薮田投手ですね。まあちょっとね、内容はまあ、良かったとは言えないんですけども、2イニングをしっかりね、0で抑えてくれたということで良かったと思います。これでね、来週ひょっとしたら先発のチャンスもあると思いますんで、しっかり調整してね、薮田投手お願いします。この苦しい先発事情をなんとか救ってください、お願いいたします。はい、続きまして3番手、堀江投手、いい意味で裏切られたということで6点をつけさせていただいております。この時点では、ね、ビハインドしていたんですけどね、さらに追加点を許すと痛いというところで、結構酷なところでね、笹岡監督堀江さんを起用したなと、また先頭出し嫌な感じになるかなと思ったら、まさかの3人切り、しかもリズムよくね終わってくれたということで、堀江投手いい意味で期待を裏切ってくれましたね。ありがとうございます。堀江投手のね、計算立ちますと、これターリー投手とね、左2枚になって森浦投手がね、復活すれば3人ね、3枚の中継ぎ左でパワーピッチャーということで、非常にね、厚みが増しますんで、堀江投手いいところで帰ってきてくれました。ありがとうございます。今日のようなピッチングを続けてください。はい、4番手、木村投手もですね、同じようにいい意味で裏切りましたね。まあ1人2人は出すかなと思ったんですけども、ここも3人で繋いだんで、前半のねこう打ち合いの様相を呈していたゲームに対してもう終止を打つと、ここからはもう守りの野球になっていくというような流れをね1個バッと変えてくれる、木村投手お見事でございました。しかも今日は勝利投手ということで3勝0敗ということで、ひょっとしたら勝ち運持ってる投手なのかもしれないな、木村投手ありがとうございます。はい、続きまして5番手矢崎投手ですね。今日は、先頭中田の大将絶好調、ホームランじゃなくてよかったなというような打りだったんですけども、出した後しっかり冷静に、ふてぶてしく抑えてくれました。まあね、矢崎投手の持ってるものがしたら、ゼロで抑えたからいいというところではないんで、今日は5点にさせていただきました。まあね、ただしね、あのジャイアンツからしたらね、この回もう一回やり返せるぞと思ったところ、期待させといてやっぱり切るというね、素晴らしいピッチングでございました。矢崎投手ありがとうございます。ちょっとこれ3連投ね、栗林投手含めてなっておりますんで、明日は休養日なのかな、ちょっとわかんないですけど、多分休養日になると思いますので、しっかり休んでまた明後日からお願いいたします。はい、で6番手の栗林投手、もう圧巻の一言ですね。3連投でちょっと心配されたんですけども、その心配をよそに、3者連続三振、3者凡退ではなく3者連続三振で締めるということでね、1点差でも楽勝ですよということで見せてくれました。ありがとうございます。まあ明日1日しっかり休んでいただいて、また、矢崎投手ね同様、よろしくお願いいたします。なので明日はターリー投手、松本投手、市岡投手、大変で乗り切るしかないんで、遠藤投手がねなるべく長いイニング食ってもらって、中継ぎ陣楽にして、バッター陣もねしっかり点取って、勝ちたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、で最後になりますけども、監督ですね。監督ドーンということで出しました、初めて7点の方をつけております。
打順もね、マクブルーム選手が帰ってくるんで、ね、で西川選手が4番で機能していたというところもありまして、どういう打順にするのかなというような、まあ、アンケートも取りましてね、結果的には、このようになっておりました。はい、100名以上の、ね、方が、記入アンケートを回答していただいて、50% 近くね、今日の並びですね、まさに4番マクブルーム選手、5番西川選手、坂倉選手という並びがいいといったところを笹岡監督もそのまま使っていただいて、しかもその並びがもう見事に的中するという展開で、佐藤監督お見事でございます。でダイソーもね、1点負けてるところでね、マクブルーム選手を先頭出塁したところ、ダイソーを出すのも非常に難しいんですよね。あそこ1点でとど、まってしまって、もう1回マクブルーム選手のところにね、打順が曲がってきたりすると、あそこでダイソーが正解だったのかなというふうな風に叩かれてしまうんですけども、もう思い切ってここは勝負と決めたら、そんな選手出して、西川選手のタイムリー1本で帰ってくるということで、もうそこのダイソーもズバリでした。はい、で最後ですね、何よりも今日はね、ビハインド時の系統、先ほどの、ケミナ投手、堀江投手含めて、ビハインド時のね、系統難しいところあります。もうこれ以上ね、点取られたら厳しいというところで、信頼して投げさせた堀江投手、ケミナ投手ね、前半戦いまいちだったところもあるんですけども、信頼してしっかり投げさせて、しっかり応えた2人も素晴らしいんですけども、今日は笹岡監督の采配が素晴らしかったということで、結論とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで本日の採点は以上になります。で、まあ最後ですね、もう一個、ゲーム中のコミュニティ機能でいただいたコメント、いちさんからのドンコメントで、締めたいと思います。栗林投手お見事、4連勝で4位復帰、明日も勝つぞカープ、ニコニコニコということで、いちさん今日もコメントありがとうございました。ちょっと最後になってしまいましたけどね。はい、というわけで明日勝って5連勝でね、このままね、借金完済まで頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、 KT はですね、これでお盆休み入りましたんで、来週の日曜日まで休みになっております。次の日曜日じゃなくて、来週の日曜日まで休みになっておりますんで、ゆっくり頑張っていきたいと思います。はい、またね、時間もありますんで、カープカードの開封動画をね、作っていきたいと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。というわけで、今日もですね、いつもので締めたいと思います。ありがとうございます。お前たち最高だぜ、ブー。はい、ありがとうございました。最高最高最高。